さあ、それでは藤子打っていきましょう。まあ、モードがクラシック、ストーリーで藤子モードってあるんですけど、とりあえずスタンダードな藤子モードを選んでますんで、通常時の攻略確率に設定差があるんですけど、このダーウィンって入れとけば全部カウントしてくれるんで、素晴らしい機能ですよこれは。はい、私はニューパルサー SP2 を打っていこうかなと思うんですけど、まあちょっと前に別の仕事で来た時も結構レギュラーがついてる台があるんですよね。まあちょっとこれは出現率悪かったですけども、まあ少なくとも多分ベタピンとかではなく、あの大事に使ってるんじゃないかなっていう印象もあるん で今日はなどの台を打とうかなっていう感じなんですが、じゃあ僕が一番左側の、まあここ数日間へこんでる台をちょっと打ってみようかなと思います。面白いんだな。ニューパルス ISP2、3種類の演出モードをまずは選択することができるんですが、現状選んでるドットモード、そしてノーマルモード、これはまあ伝統的なニューパルサーの、ゲーム性が楽しめると。でフラッシュモード、これは完全告知モードですね。でこの3つの中でもやはりチャンス告知モードであるドットモードが、まあ、抜群に面白いので、今回もドットモードで打っていきたいと思います。3台あるんですけど、とりあえずまあ数、まあ、でもちょっと出てんだよな。これが前日でこれが前々日なんですけど、まあ甘いスペックなんでね、微妙なところではあるんですが、あこれは過去2日ともプラスなんですよね。ただそんな回ってないんで、あまあ角にしよう。とりあえず上げ狙いするしかねっか。でもなとりあえずこれ取って、まあ、昨日は負けてるけど、一昨日は、まあ、ビッグの方が多いんで、まあ、奇数の、まあ、5とかはあるかもしれない。まあなんか場所で強そうな誠ちゃんも角に座ってるし、まあ、撮影もしやすいし、これでそのまま打つのは一番楽なんで、ここから行こうと思います。僕は、まあ、順押しでも逆押しでもいいんですが、まあ、順押しが一番簡単ですね。なんですけれども中押しを、押したいと思います。中押しで2連弁と、下段と、ここに狙うんですね。これが、まあ、推奨の打ち方です。で基本の定式これです。ハズレです。あこの演出レア役だなという演出が出たら弁当フォローすればいいです。でこの白七が中段まで滑ると、白チェリーバーの1枚役です。まあ、早く押しちゃったりしてる多分上段に止まることもあるんですけど、大体は中段に白七が止まるパターン、まあ、まさにこれですね。これかなり熱いんですけども、このパターンが出ると1枚おは、白系のボーナスです。でこれ1枚ですね。で1枚役って割と立って割とボーナス当たるんですけれども、まあ、だからなんだろう、当たっても当たらなくても、どっちでもいいぐらいの期待度の役なんですよ。なので、であの1枚なんで取った方が得で、これ今演出的にかなり熱いんで当たってる可能性結構あると思います。だから G ゲームドキドキなんですよ。きますよ。これ普通に中押しすればいいんですよ。で、まあ、これが止まっちゃいましたね。これが止まっちゃったんで当たってるとしたら、赤赤赤か赤赤白なんですけども、まあ、演出が熱くない。でなおかつ当たってるとリップ角上がるって言ったんで、これが止まった、レア役の1ゲームでこれが止まった時点でも結構寒いっす。でも一応滑ったのよ、リプレイか。一応赤狙います。あリプレイ、あれ当たってんじゃない。あその後3ゲーム連続リプレイ、当たってるかもしれない。当たってるし、1枚の次ゲームはちゃんとねリプレイが立たなかったって。でこれで、まあ、僕の目押しが正確ならば、赤赤赤赤赤赤白が成立してると。赤赤白、一応手順やりましょうか。まあ、これもナビしてくれてもないとしたら、まあ、左中段に赤狙います。で中段に狙うと、もしね何かでミスってた青7だった時に青7まで滑ってきてくれるんで、で、白をビタ押しです。で、もし赤赤だった場合は赤が、上段まで滑ってくるんで、はいこれで OK です。はい、ビッグ中にハズレが出ると、
設定5、6の可能性がぐんと上がります。まあ、その辺は花火とかと似てますね。1でもただ一応抽選はしてるんで確定ではないんですよ。はい、お、この小ぶりのリプレイはギアスメというリプレイフラグですね。で、一応レア役扱いなんですが、まあ、ゼロモードで打ってて、まあ、演出が発生せずにギアスメが入賞した場合、まあ、ほぼ当たってないです。ほぼ当たってないと思ってもらって大丈夫。いや、わかんねえな、ギアスメ起点だったかもしれないな。まあ、これちょっとあえて左から押してみましょうか。チェリーがここで止まる。当然この時点でチェリーの可能性あるんですけど、白系のハイパービッグが成立している可能性あります。順落ちで白7狙ってこれ2角、まあ、ちょっと右外すというかチェリー狙いますけど、まあ、これでチェリー否定してリーチ目っていう感じになるんですが、あれ白白青かな、白白青かもしれない。このまま狙っちゃいます。あ、ミドルでしたね。で、こんな異色のボーナスはミドルボーナスって、まあ、いわゆるレギュラーみたいなボーナスです。入賞時はこのプッシュボタンを押すとこの電光板の色で当選ケーキを教えてくれると。で、まあ、これは青なので当然リプレイ系で当たりましたよというのが確定するという。金枠のね、設定2以上確定パターンっていうのがあるんですよ。2以上、3以上、4以上、5以上かな。まあ、それが出るかどうか、これも大丈夫で、あと終了画面にも設定したがありますが、これは通常画面です。このミドル後の RT50 ゲーム中はですね、あ、これなんですが、まあ、狙えと言うじゃないですか。これぞ力、これ近くっす。普通ここに飛ます、上中段に。で、これカットインも逆押し一番弱いで、この背景も基本パターンなんで、これぞ力、まず揃わないと思ったんですが、まさかのこれで、シーツ揃いが成立してたので、ボーナスか、無限 RT 昇格が確定すると。シーツがなんか猫耳つければ無限 RT なんですが、おお、無限いった。これが無限なんですよ、 C2 タイムっていう。これね、ここにめちゃくちゃ設定差あるんですよ。設定1だと大体800分の1ぐらいで、6だと200分の1ぐらいだったかな。まあ、それぐらい差があります。 RT 昇格から12ゲームでこの C2 タイムに昇格したって多分高設定です。おかしいな、4号機の藤子ってだって俺19、20歳ぐらいじゃないかな。え、あの頃何してたっけな。あ、警備員してましたね。で、休みの日は近所のホール行って藤子打って、当時給料多分12万とか手取りで11万、12万、ちょっと安かったんですけど、確か給料日に導入されて友達と朝から並んで、で、台確保して打ったんですけど、僕初ビッグ引いたの夕方だったんですよ。その日に給料全部なくなったんですよね。あれもう思い出したらきついな、あれ辛かったな。なんであんな、だってレギュラーだけ引いててビッグ間2400とかハマってたんだよね。すごいですよね、フジコまだ3回目ぐらいかな打って、でもやっぱり18年経ってもリーチ目とか覚えてるんですよね。これってすごいことですよ。それをちゃんと裏切らずに継承してくれてるってのがね、すごい。おー、ブルルーンスタートプラスドット演出絡みはもう超激アツです。さあどうしよっかな。まあ、あの7引き換えるなんで子役の可能性はないはずですから、まあ、左リールにちょっとバーを狙ってみましょうか。バーを下段あたり狙って上段までずるっと7が滑ってくればビッグ1角。あ、
矛盾パターンで子役もありますね。だからよかったです、ちゃんとしっかり、まあ、子役は絶対こぼさないように打とうとは思ってたんですが、チェリー、角チェリープラス、これは角チェまで滑ってきてるからまだビッグ確定ってことはないのかな。まあ今あのオーソドックスな当たりというよりは超激アツパターンからのボーナス当選となりましたけれども、ボーナスが成立したら右レールの中下段にバーを狙います。でカエルまで滑ってきたらビッグ確定、バーが、下段に止まったらレギュラー確定となるんですけれども、この時にカエルが上段まで滑ってきたら挟み撃ちでカエルチェリー7を狙います。でこの時に中段にチェリーが止まったら中リールはカエルを外すことで15枚役が獲得できるんで、15枚役かなり大きいですから、こうやって子役を取りつつボーナスを揃えることで、枚数的な得をする技術介入が実行できるという形になります。この形で転廃したらもう中リールにカエルを狙って OK です。さあ続行が吉と出たが218ゲーム投資7000円でビッグでございます。でボーナスが入賞したら必ずネクタイ型のタッチパネルを1回タッチしましょう。この時に、カエルが鳴くんですけれども、1回は基本パターンで、3回鳴いたら高設定の期待度がアップで、4回鳴いたら設定3以上が確定と。さあそしてボーナス終了時にも設定推測があります。朝一一発目のボーナス出てほしいのはカエル5匹、おー出た、これで、設定変更の可能性がアップという形になります。さらには高設定期待度もアップ、まあ、推し域として使えるものっていうのは、まあ、主にですよ、ボーナス確率合算ですね、まあ、もちろんね、お店の設定状況、どういう入れ方をしているかによって、ちょっとね、例えば空気を気にするんだったら、ちょっとレギュラーも気にするとかいろいろあるんですが、ボーナス合算と消灯を伴う弁当、これだけでほぼ大丈夫だと思います。まあこれが2台、ボーナス合算、消灯弁当、あとその他でいいと思うんですよ。まあその他の中で、まあ確定系がたくさんあるんでそれはもう別ですよ。確定系を除いて一番、まあ結果的に重視するのはベルですね、はい。だから結構僕ビッグ中の滑りとか別にカウントする必要ねえんじゃねえのぐらいのこと、また熱いの来たよ。これね、ここまで滑ってもうこれレア役に向けた演出じゃないですか、まあ、この時点でチャンス目か、もうこれがそのまま外れちゃうと思います。チャンス目ですね。熱いよ、熱い、1ゲーム目だよ RT 終了後。で今ねこれチャンス目の後なんで、当たってなくても、あ、当たってなくても、リプ加工上がると。で赤レンクが7なんで、まあ、リプレイ確率が上がってるんでそんな形で揃うかどうか分かんないですけども、あ、揃っちゃいましたね。でこれで、今赤が鉄板だったからそのままバー狙いましたけれども、ずるっと滑って青が鉄板だったら青狙えばいいんですよ。だからもう待ち込まで出てくるのがそもそもむずいんで、もう出てこなかったんでもう次は意味がないんで、普通にまず最大獲得枚数を取って、あ、今ミスりましたね危なミスったんですが、あとは普通に2塁を狙っていきます。で普通に狙っていってて、まあ、マチコ出てきたり出てこなかったりなんですけれども、最終的にミサオまで出ていくとそれはそれでまた、設定1を否定すると。はい、お、熱いぞ。まあベル対応ですね、普通に、まあとりあえずオーソドックスにバー狙います。あー、熱いパターンじゃないの、ほら、でこの演出の強さで期待度の高めな右下がり転廃が外れるんですよ。これが外れるんですよ、もうなんかハートえぐられるよね、かっこいい。もちろん別格です。で、ボーナスの成立察知したら赤7狙うプラムですね。お、青かな、揃えますよ、はい、130ゲームビッグボーナス。あ、400枚はいかなかったか、これはもうかなり上出来な枚数ですね。
で、まず最初にビッグ5は5ゲーム間 RT 突入のチャンスゾーンが始まります。このサーチライトの数で、RT 突入期待度を示していて、どうかな、1個はちょっときついかな、1、2も可能性ある。で青7を狙って滑ってここにベルが止まったら、この RT のチャンスゾーン中なだけの話なんですけど、まずベル、ボーナス、そして RT なんです。あ、これ RT の2角です。いいよ、まず30ゲームの RT に突入すると。まあ、RT は微減、本当ちょっと増えるかちょっと減るかみたいな、そんな強力な性能ではないんですけども、もちろん入った方がいいですから。お、今別にリーチ目じゃなかったよな。あ、ちょっと1個前の出目がね、もしかしたら1枚役でリーチ目が出ないやつかもしれないし、リーチ目だったのかな。あー、レギュラーか、このまま揃えちゃうかな。はい、12ゲーム RT 中のレギュラー、これね RT 飛んじゃうからそんなに嬉しいタイミングではないんですよ。特に資産なしで終わり。レギュラーは、レギュラー後は1ゲームだけ限定の、RT 突入のチャンスゾーンがある。つかないな、ダメかな。ちなみにバーを狙ってると第三停止までどうなるか読めない、ダメ。ニューパルサーシリーズって、まあ、色っぽい出目がすごい多いんですよね。なんかボーナスの一直線だったり、小山型だったり、小ぶり型だったり、なんか他の機種だったらそれこそリーチ目になりそうな出目で入ってないっていうことケースもこうやって多いんですけど、その時は中入りの出目法則を覚えることによって、まあ、惑わされずに済みますし、その法則を超えて当たるケースがチャンス目での当たりという形になるので、すごく隙のない、いいですね。これ左リールにチェリーがあるときに中リール中段リプレイ止まると二角なんですよ。これが順押しの醍醐味の一つです。ふぅーってなるんで、お、爆炎狙ってるわ。あ、滑ってきて101ゲーム。あ、ついにオレグさんが来ましたね。でレギュラーの時は、右リール下段にバーが止まったら中リールの上中段あたりに、まあ、下段じゃなくてちょっと早めにですねバーを狙いましょう。でこの時に下段でバーが転廃したらそのまま揃えて OK で、斜めにバーが転廃した時はオレンジとダブル転廃するんで、左にいるバーを避けるとオレンジが取れるという形になります。同じく15枚取れると。3、もう奇数勢力と偶数勢力がめっちゃ拮抗してます。まあ、ぼちぼちはまりましたけれども、同時当選したケーキがスイカなので別格です。これはね、ありがたいよ。ああ、ノーマルビッグですね。305ゲーム。さあ、これがスイカで当たってるはず。ここ注目、緑なんでスイカですね。まあ、ぼちぼち高設定の可能性が高くなる挙動なので、これは高材料。はい、これでビッグ終了。まあ、枚数引き継いでてトータルで304枚。オア超いきなり熱い法則というか絡みが出てきたな。ですね、いろんなことが今起こってるんですけど、まず押し順ナビ出てるでしょ。で左ナビの時点で若干熱いんですよ、いきなり左ナビは。
で、まあ、デカキャラのルース出てるでしょ、まあ、これはハズレとかでもよく出るんですけど、あんまりプレイじゃ出ないかも。でさらにこの上の電光板が、これ熱い演出です。基本リプレイじゃつかない。なのでこの時点で多分 C2 揃いが成立してる可能性が高いんですよ。でこれ左適当に押してもいいんですけど、ここで C2 絵柄を狙うことによってこれで C2 揃い一角です。今のリプレイナビだったじゃないですか、まあ、リプレイの押し順ナビなんでこの時点でチェリーないんですよ。ってことは C2 絵柄が転廃して揃うと。これがね、この法則を知ってるからこそこのゲームで、この C2 ゾロが成立してるっていうのを見抜けるわけですよ。知らないと、演出の法則とかを知らないと、まあ、普通に適当に押してリプレイが揃って、あ、なんかあんま見たことない演出だなみたいな感じになるっていうね、まあ、いろんな最速揃えの手順はあるんですけど、僕は逆押しから逆押しで消化することが多いです。右リール中下段に白7を狙って、白7が下段に止まった場合はハズレを含む、ベルオはハイパービッグ、もしくは、青白っていうミドルが成立する可能性があるので、左リールに白7チェリー白7をですねビタで一応狙います。で、ハイパービッグも青7も引き込まずに青ミドルも引き切った場合は、赤ビッグですね。21ゲームいいよ。これはいい台だなマジで。斬鉄剣の使い手石川五右衛門、ベル対応のタイプライター。もうね、ジョーダンベルからのハズレは見せてるから、ここはあえて赤7を赤7 2連狙っちゃうか。うわー、わかんねえ。うわー、もうこれでスーパービッグはベルですよ。出たータイプライター外すのやだやだタイプライターを外すのやだよ。まあ500ゲーム回して、ベルが9回合算で、チェリーが13、プラムが80回、プラム 6.6 分の1で、飛翔盤はこの設定差のあるフラグ全部足して合算で計算しなさいって言ってるんですけど、102回、よくないですね。じゃあこれやりますか。はい、それじゃあ3台目、大丈夫かこれ、全部打つんじゃないか。僕は三大設置の北斗の島で9台目です。何を言ってるんでしょう、何をやってるんでしょう。そしてもうちょっと皆さんにはこういろんな子役ナビ外れのパターン、まあ、そしてリーチ目をお見せしたいんだけどな。お、こんなとこ狙っちゃったけど外れんの、外れんの、まさか外れない。意外とこのサーチライトもそこまでね。お、あ、1万役です。これは1万役 D だよね。だこれバー狙ってなかったら1万役揃わなくてリーチ目も出てないと思うんです。もうボーナスは確定します。6点敗ならもう揃えちゃっていいかなあ、レギュラーか、はい、はい、さあ126ゲームレギュラーボーナス。バー狙いも飽きてきたな。青7狙いにするか。青7狙いは、まあ、一緒です。ベルが上段まで滑ってきたらベル、
オアボーナスで青7が中段に停止したらボーナスの1角です。まあこれがなかなか止まらんのですよ、1角が。これは多分まだ見てないもんね。板止まりしたら青ビッグ確定とかなんじゃないかな。こっちはね、1枚役の種類の察知が結構できなくなります。できんの、まあ突き詰めればできんのかもしれないですけど。あれ？あのエースってリプレイ揃うよね。ステージ行こうって。え、矛盾パターン？ニコちゃん、入ってましたね。すごい、めっちゃ薄い違和感すごいね。はい、62ゲーム青ビッグ。これで338枚。まあちょっと少ないですけどね。 RT2 個、2個、2個いけるか。バーネロ、バーだと第3停止までわからない。よしよしよし、でけえ、熱いでしょ。さあ、とりあえず蹴る。誰だ？当たってるとしたら赤か赤が白。ここに止まった時だけ左曲げられる。白です。お、やっぱあのチャンスメラ演出が熱かったからですね。でもあの、まあ、結構がっかりパターンじゃないですか。チャンスメラ後に中押して真ん中にチェリーの子たちが止まる。ああ、がっかりだと思いきや、まあ、赤と赤が白の可能性が残って、こういった赤のこともあるという。で、最速に揃えられてますね。まあ、実際、1回だけ無駄にしてるだけで、まあ、2ゲーム以内にリプレイとか子役も別として2ゲーム以内に揃えられれば問題ないんで。ちょうど僕今出玉が飲まれちゃいました。今合算が156分の1、941ゲーム、回して3の3と、まあ、あの合算に関してはもちろん飲まれちゃったんで悪くなっちゃってます。ただ、ショートお弁当は7回引いてます。でもって、まあ、ベルもね、今111回引いてますね。941で111回で、あの、まあ、何度も言ってますけれども、ボーナス中の、滑りとか、あと、RT 中の外れとかは、まあ、この段階で計算してもあんまり意味がないぐらいの差しかついてないんで計算しません。で、まあ、ボーナス合算という二大柱の一つが悪いんですけれども、もう一つの、ショートベントが悪くない、そして、まあ、あのもう一個はその他大勢みたいな感じの、まあ、3つに分けるんだったらその他なんですけれども、その中でも、一番使えると思っているベル、これも、非常にいいですね。なので、あとね、もう一個、状況的に、番長 A の島、今、僕も合わせて4台稼働して残りの3台は、良さげです。まあ、なんで今日は番長 A が全体的にいいんじゃないかという、そういう、淡い期待、に加えて、まあ、今日は、推し機種を、まあ、見せていこうという、企画ですから、そうじゃなくても続けると思いますし、推し機種を見せる、推しポイントを見せるという意味ではまだまだ打ち足りないという、理由もあるので、続行します。さあ、間もなく128ゲーム。まあ、キングパルサーに敬意を表して1ニッパーまで回すことにはしてるんですが、そこでちょっと
子役の出現率を見てみましょうか。ちょっと落ちてきてんじゃないかな。現状三役合算が152回で815ゲーム、全然落ちてませんね。 5.36 分の1です。やめずれただ怖い怖いんだよな。レギュラー1回だ、青オレンジ1回か。ただやっぱもうちょっと頑張りましょう。もうちょっと、チャンスの後、ああ帰らない。おっと、帰った。リーチ目出てるのに帰ってますよ。伝統のケツ先輩 L 字型。さあその前の777のチャンス目で入ってるってこととしたら、まあレギュラーかなっていう気がしますけどね。たまんないですね。不安を払拭するようなビッグの連打が続いてくれますけど、だからこそそろそろ泣いてほしい。4発何一つ楽にさせてくれませんね。の G ゲームで跳ねた。うわ来た、切れ目なステリーです。切れ目なステリーは中段に止まれば大チャンス、切れ目ありチェリーは上段に止まればリプレイ外れ目っていう法則があります。それすなわちリーチ目でございます。切れ目なステリーが中段に止まっている時のボーナス対角絵柄はリーチ目になると。うわたまらないっすねこれは。あ、そろそろ引いとくとちょっと安心よ。あと1回欲しい、安心が欲しい。ちなみに切れ目なステリーはバーの上に、切れ目ありチェリーは7の上にあります。あ、今みたいにちょっと狙ってみる、熱い演出の時はちょっと狙ってみるっていうのもありですね。あ、1匹と流星君ではない流れ星、この2つはあんまり出てほしくないですけどね。手設定の可能性が上がってしまうと。やっと2発目のアワーオレンジ、まあ分母がデカめなんで、まあおそらく推定で、まあどんなに悪くても6で200分の1切るぐらいでは出るのかなっていう感じなんですけど、まあそれだけにボコボコボコってこう連続で出れば一気に回復もしてくれるんですが、なんのけなしに入っちゃうんだからな。しかもビッグなんだからすごいですよ。本当はここで雨が強くなる、あ、やんだしやんでるし、どんだけ隠そうとするのボーナスを。本当にあ、5匹5匹は高設定期待度アップです。よし、久々にちょっといい画面見れたな。おー今日3回目ですよ、3回目。タイはベルですから、
あ、怖い。あ、平行転売。おお、つるっと外れちゃったよ。やりましたね。これリプレイランプついてないよね。ついてない。いやーし、おー、これいいよね。スーパーはノーマル、ダブルで揃ったらスーパー。あー、ノーマルだ。まあいいでしょう。128ゲームノーマルビッグですね。僕のビッグボーナスが。これはすごいですよ。え、ビッグだよ。何これ、レギュラーとあんま変わんないもん。どうした。これ今ビッグで180枚だったんだけど。え、すごくない。そんなことあるの。ずっとジャックだった。あれ平均350枚ぐらいだよ、ね、そうです。だって結構いい感じで当たったのに見て増えてないんだよ。やっちゃった、これ恥ずかしい。お願い。あれ、俺のこと嫌いなのかな。すごい嫌われてる。あは、全然下皿増えてないもん。お、すげー すんなりリーチ目出た。レギュラーっぽいんだよな、でもこういうのな。お、演出なし、いきなり強いの出たんだ。あー、まあレギュラーだよね。54ゲーム。今藤子だった。なんかさっきビッグの枚数少なかったおかげでちょっとレギュラーが多く感じるもんな。あるか。おー、なんとか生かしましたね。なんか寂しい枚数だな。まあでもこれで今合算ボーナス100分の1ですから、いい状況ですよね。おお、いじめてた。あんな演出で当たるんだよ。あなた外れでも出ますもんね。苦しんだ。ただやっぱこっからリーチ目出るとレギュラーを予感してしまいますよね。あれ、寝押しミス。おお、寝押しミスじゃなかった。く60ゲーム。さっきのほぼ倍取れました。手割った。ここ、わあ、チェリーまでちょっと。ああ、アルティアなしか。また。残念ながらエンディング到達できずでしたが、RT、まあ、無限含め、RT 中に4連して、764枚。わっと、熱いぞ。
まあ、今、青7ね、中下段、まあ、微妙なところに押したんですけど、まあ、ここまで滑った時点で数字2揃いないし、下段に青7を押してればチェリーの可能性があるんですが、何より熱いのがこのシャッター、ギアス C2 バージョンはシャッター煽りが出たら大体当たってます、大体。当然、ここで C2 が中段に転廃すれば2角。よし、これね、これなんですよ、ディアス C2 バージョンの自らこのボーナス成立を感じる瞬間、感じられる瞬間、これがね、やっぱ気持ちいい。263ゲームこれでハイパービッグ2角、いやー気持ちいいですね。267ゲームで、今回も C2 揃いで、同時当選してたんですが、まあ、カットイン伴わないパターンだったのでこっちは青になりますね。お、これもちょっと熱い。あー、リールロック、ショートロックしてるっぽかったですね今ね。まあ、青7狙いますか。青7これね、下段に狙いたいんだよな俺。下段に狙います。あ、チェリーですね。もう右チェリー狙っちゃいます。まあ、リールロックしたんでスイカだった方が熱いんですけど、まあ、チェリーでも、おう、マジめちゃくちゃいい曲ですよ。チェリー同時当選今回初かな。おほん、ハイパービック。おお、いつは気持ちがいいぞ。マジかい。うわ、タッチ。これですね、ルルーシュのこのギアス系の演出で、まあ、今右ナビ出てるんですけど、まあ、当然これシチュエーション的にだいぶ熱いんで、右から押す場合も C2 絵柄を狙って押すっていうのがベストですね。あー、かわされたな。これはね、多分ギア攻めになるんじゃないかな。なりましたね。さあどうよ、チャンス。まあ多分でもこれ当たってると思います。あー、リールロックしている。リールロックしているのにステップ2。右中段に白7、まあ、もしくは青7止まった場合はスイカの可能性が一応あるんですが、中段に白7止まった場合は左リール上の白7を中段にビタ、これスイカっすね。まあ、リールロックプラススイカっていうのもめちゃくちゃ 50% 以上で当たってる上に、これ多分矛盾だと思います。ステップ2でスイカって矛盾じゃないかな。基本レア役の場合はステップ3なんですよ。ステップ3の C2 なので、はい、81ゲームビッグでございます。89ゲームえっ、ー、と成立ボーナスは多分ここ青になると思います。あ、違う、え、緑スイカ。さあどうよ、チャンス。まあ多分でもこれ当たってると思います。まあ多分でもこれ当たってると思います。さあ RT 終わりましたと。3連して765枚トータルでもう、分かんないな、1200枚ぐらいは出てる感じかな。さあこれで200回です。1091ゲームなんで 5.45 分の1ぐらいですかね。やはりまだ6をぶち切ってますね。
気の利いたコメント、気の利いたコメント。子役は200回、やっぱり6っぽい。でもレギュラーついてこない、それがやっぱり厄介。第3回、最悪ですよ。スロー CC 事業最悪の恥かいたよ今。でも、まあでも本当そんな心境です。でも今やめられないのはもうしょうがないので、この後ですよね。ちょっとでも雨雲が近づいてきた時にすぐルート回避する勇気を持てるか、迂回する勇気を持てるかですね。それ非常に重要だと思います。今は設定推測要素が仮にやめて高設定を捨てちゃったら後悔する数値なんですね。それがまあこの数値なら高設定捨てちゃってもしょうがないわなって思えた段階でやめれるかどうかですね。過去の栄光を引きずらずにやめれるかどうか。お、こういう方が熱いですよね。初代ですか？分かんない、俺忘れた。演出詳しくないんで。演出が正確なら一枚役か白系ボーダー。白7は、あ、当たってるわ。これはさすがに、はい、スタトス1枚ぴったり563ハマり。結構まあ番長絵的にはしんどいハマりですね。